皆さんこんにちは、ケです。前回ぐらいかなにサウンドピッツさんの True Engine 3SE っていう、もうコスパ最強のねイヤホンを見つけたので紹介しますみたいな動画を撮ったんですけど、そっからねなんかねコスパいいイヤホンを探すっていうのにちょっとハマっちゃって、いろんなねとこでねいろいろこう探しまして、えげつないコスパのイヤホン見つけたので、それをねちょっと紹介したくて動画を撮っております。それがですねこれです。じゃん。イヤーファンっていう、香港の会社かなのね、イヤーファンエアプロっていうイヤホンになります。これ何がすごいかって、これね、1万円以下なんです。8000円ぐらいかな。で、僕が買ったのはセールだったんで6000円ぐらいだったんですけど、それでいてですよ。見てください、これ。見えます？ ANC って書いてあるでしょ？ ANC。これ何の略かっていうと、アクティブノイズキャンセリングの略なんですよ。つまりこれ、ノイキャンついてるんですよ。うん。すごないと思って、買ってみました。これまあ、ケースとか僕正直どうでもいいんですけど、結構ねちゃんと作られてて、でこれをまあこうやって開けると中から出てきまして、出すとこれでございます。ちっちゃいでしょ、意外とね。こんぐらい、1ヶ月ぐらい僕これ使ってみたんですよ。音質とかって結構長く使わないと分かんないからさ、で使ってみたんだけど、結論から言いますとやばいですよこれ。あのね、まず音質めっちゃいい。でノイキャンに関しては AirPods 比較でだいたい 85% ぐらいの性能です。でかつこれ、あの外部音取り込みモードもついてます。で買うまで知らなかったんですけど、これちゃんとね外したら音楽止まるんですよ。かというあの AirPods Pro とかについてる機能ですよ。あのセンサーがついてるから、あの例えばコンビニとかでねこう話すときにパッて取れば音楽も止まるっていう、もう何がついてないの、あと機能としてはっていうレベル。いや本当に何がついてないのか分かんないんだけど、そんぐらいもう全部のせみたいなイヤホンでした。ということで1ヶ月ぐらい使ってみて、がっつり使ってみて、ほぼ毎日使いました。ほぼ毎日使ってみた上でのレビューになりますので、よかったら参考にしてみてください。で、まあ、ちょっと外観とかね見せたいので、ちょっとカメラアングル切り替えますね。はい、ということで、ちょっとカメラ切り替えてみました。これねサイズ感比較で言うとね、これがねキャッシュ、あのクレジットカードで言うとこんぐらいでございますよと。ちっちゃいよね、だいぶちっちゃいよね。あ、薄さもねこんぐらいでございますよと。かなり薄いよね。手ぶらで出かけることが多いんですけど、このポケットに、ね、入れやすいこの薄さがね、それが助かってます。でこうやってここからパコッと開けると、ほい、もうこれでねペアリングしております。もうついたでしょ。でここに書いてありますけど、Tuned by Edifier って書いてありますよね。Edifier って何かっていうと、Edifier っていうねオーディオブランドがあるんですよ。Edifier ってで安いねコスパのいいスピーカーとかを作ってる、多分中国かなんかのブランドなんですよね、Edifier って。でその Edifier っていうのがチューンしてるっていうことらしいですよ。まあちょっとその辺も信頼感を受けるかなと思います。出しましょうか。ほい、はい、これが本体でございます。見ていただくと分かるんですが、ちょっとねごついかなって気はしますよね、このうどんのところが。でね、まあ、ちょっとねやっぱねここの部分が大きくてちょっと厚みがあるので、耳に入れた時に若干目立ちはするんですけど、どうなんでしょうね、このメカメカしい感じは僕は嫌いじゃないっす。かっこいいかというとなんか分からんけど、でもまあ、うん、嫌いじゃない。ちょっとまあこう中二心をくすぐるような雰囲気あるので、僕は個人的に好きです。でここにねセンサーがついてるんですよ。でこれ何かっていうと、耳につけると、まあ、つけたっていうのがこれで感知されて音楽が再生されて、耳からイヤホンを外すとここがねセンサーになってて、それをか耳から外したんだっていうのを感知して音楽が止まるっていう、その機能がついてるんですね。素晴らしいね。はい、全然ね、なんか安い感じしないでしょ。全然いい感じなんですよ。でここがねこう充電する端子になっており、こうやってここね、こことここででパチッパチッという感じで充電ができますよと。はい、こんなお感じでございます。はい、ということでちょっとね外観を軽く見ていただいたんですけど、いかがですかね。ちっちゃくて、結構ビルドクオリティ高くていい感じじゃないかなって思います。でもちろんタイプ C でございます。タイプ C で充電でございます。大事ね、そこね。ちょっとだけまあこの作りで微妙だなって思ったのは、あのここ後ろにね、あの充電をしてるマークのランプがつくんですけど、それがちょっと分かりづらい。普通になんかこうバーみたいなのでやってほしかったなっていう感じはしますが、まあ、それぐらいかな。ちょっと気になったのは、うん、こんな感じでね、まあ、冒頭でも言いましたけど、これこうやってね開くとペアリングするんですよ。でこれでねもうペアリングがされてる状態です。つけるとここにさっき言ったようにセンサーがついてるから音楽が流れ始めます、うん、で
取ると止まります。やっぱねコンビニとか行きますよね。で行ってレジでこうやってパッて外すと止まるので普通に会話できますよっていう、まあ、ヒアスルーがついてるのでライブオン取り込みついてるから、まあ、それで会話することもできるんだけど、まあ、個人的にやっぱちょっとなんかイヤホンつけたまま話すのあれかなと思って外すんですよ。そういう人にはねすごいいいと思います、うん、なんかって時にパッと外せば音止まるんでねすごいいいですよね。で、まあ、さっきも言いましたけどノイキャンの機器に関しては AirPods Pro と比較して85% ぐらいです。僕の感覚として80から 85% ぐらいで AirPods Pro をずっと使ってる人に聞いてもらったんですけど、その人もだいたい8割ぐらいかなって言ってたんで、そんぐらいは聞きます。 AirPods Pro のノイキャン性能ってまあなんだろうな、結構えぐいじゃないですか。かなり効くでしょう。まあそれと比べると8割から8割5分ぐらいっていう感覚です。 でも普通に十分です。AirPods Pro って使ったことある人分かると思うんですけど、ノイキャンオンにするとなんか耳の中をねキュッとされたような感じになるんですよ。聞きすぎてるからノイキャンがキュッってなって、なんかちょっと僕あれ好きじゃないんですけど、そこまではないので聞き疲れしづらいノイキャンって感じがします。個人的には僕これぐらいのノイキャンの方が好みだなっていう風に思うので、 AirPods Pro のあのノイキャンがね聞きすぎて嫌だなっていう人はね逆におすすめだなって思います。でも AirPods Pro って3万ぐらいするじゃないですか。これ1万切りますからね。それで 85% ぐらいのノイキャン性能なんでえげつないと思います、個人的には。あとね、外部音取り込みモードに関しては、そうね、AirPods Pro と比較するとやっぱちょっと負けるなって感じはあります、これに関しては。AirPods Pro 結構自然じゃないですか、外部音取り込みモード。これも結構自然なんですけど、そんなにすごく聞きやすいかと言うと、まあそうでもないっていう感じ。だから音楽を聴きながら人と会話するのはちょっと厳しいかもしれないです。まあそれもあってね、僕こう外すんですよ、これ。音楽止まるんで。でもまあ、十分です。外部音取り込みモードがついてるだけでありがてえ。もう1万円以下だから、本当に。と個人的には思います、はい。まあ、大事なところでは音質ですよ。音質どうかっていう話なんですけど、まあちょっと今聞かせながらっていうのはできないんだけど、僕の感覚ですよ、これは僕の感覚ですけど、やっぱりねちょっと低音が持ち上がってるかなって気はします、ナチュラルではないですの、ナチュラルではなくてちょっと低音を持ち上げているチューニングの仕方だなって思います。全体的な解像度とかは十分あって、高音もしっかりなるし低音もしっかりなるし、ちょっとなりすぎかなぐらいになるし、分離感みたいなのも結構十分あるし、音のなんていうのかな、厚みとかもちゃんとあるので、聞いていてなんか音が悪いなっていうのは決して思わないと思います、これを聞いていて、低音というか低周域をちょっと上げてるなっていう感覚がちょっとあるので、低音があんまりどんどん言うのは嫌な人はちょっと苦手かもしれないし、ちょっとベースラインとドラムのラインのところが若干こう解像感が悪いかなというか、ぐちゃってなってる感じはなくはないです。分離感だけかな、ちょっと気になったのは、あとはもう全然気にならないです。僕の耳ではもう全然気にならない感じでした、正直。超高級イヤホンと比べればそれは全然違うと思うけど、でも1万円切ってますからね、マジ超十分だと思います。 True Engine 3SE っていう前回ぐらいに紹介したイヤホンとの比較という意味で言うと、あっちの方がノーマルな音がします。あっちは、まあ、ポップスとかヒップホップとかダンスミュージックも聴けるんだけど、ジャズとかクラシックとかまで幅広く聴けるかなって感じです。でこっちのイヤホンはジャズとかクラシックを聴くっていうよりも、どっちかっていうとポップスとかダンスミュージックとかヒップホップとかを聴いてる方が楽しく聴けます。聴いてて乗れるっていう感じ、って感じがするし、でボイスボーカルもかなり前に出てくるので、聴いててすごく気持ちいいイヤホンです、だからまあまとめですけど、1万円を切る価格でノイキャンがついて、音もめちゃくちゃ良くて、ちっちゃくて、まあもちろん防水とかもついてるし、ヒアスルーもあって、イヤホン外せば音は止まるし、いやマジでだからついてない機能って何っていう、本当に。逆に、何がついてないんだろう、わかんない。完璧じゃないって思いますけどね、個人的には。この値段だったら。と思います。なので、まあ、僕みたいにね、あんまりね、イヤホンに高い何万もかけるのはなーっていう人は、これか、前回紹介した True Engine 3SE を買えば、まあ、幸せになれると思います。これと True Engine 3SE の選択の差としては、まあ、ノイキャンいるかいらんかでいいと思います、正直。いろいろさっき音質のことを言いましたけど。で、ノイキャン欲しい人はこっち。ノイキャンいらない人はもうちょっと数千円安い True Engine 3SE でいいと思います。どっちかでいいと思います。ノイキャンがいるかいらないかで決めていただければ
いいと思います。どっち買っても絶対満足すると思うので、絶対は言い過ぎか、うん、大半の人が満足すると思うので本当に心からおすすめできます、イヤファン、エアプロ、うん、ということで、ちょっと紹介しておきてみたんですが、いかがだったでしょうか。本当にね、僕はそんなにこのイヤホンをレビューするとかいうチャンネルではそもそもないんですけど、いいものは紹介したいなというところで紹介させていただきました。はい、でね、まあ、動画は一旦これで終わりたいと思います。でその後ちょっとおまけで実際に聞いてみて、曲をね、いろいろ聞いてみてちょっとコメントをしていきたいな。ちょっとこうマニアックっていうか、まあ、分かりづらい説明になるかもしれないので、一旦ここで今回の動画を終えたいと思います。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。あ、ちょっとお腹空いてきちゃった。またね、まあ、イヤホンのレビューはどうなんでしょう。これ結構満足してるから今後ないかもしれないんですけど、ガジェットのレビューとか、まあ、いろんなね、自分の興味のあることをたくさん、レビューして、レビューじゃないや、いろんな動画を作っていきたいなと思いますので、よかったらぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいなと思います。あと Twitter、Instagram もやっておりますので、そっちもね、あの概要欄の方からフォローしていただけたらとっても喜びますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はえげつないコスパのヘッドホン、イヤホンか、イヤホンを紹介してみました。はい、気になる方はぜひ概要欄からリンク飛んで購入してみてください。はい、ということで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。 K でした。はい、ってことでね、ちょっとね、おまけということで実際にちょっと音楽聴いてみたいと思います。まず一番最初は、まあ、最近あの何かと話題の馬娘から馬ぴょい伝説を聴いてみたいと思います。あのね、この、まあ、結構しっかりあのドラムラインが聞こえてノリノリな曲なんですけど、すごくノリノリで聴けます。この感じいいですね、めちゃくちゃ合ってる。でね、この曲何人ものキャラクターが歌ってるんですけど、まあ、メインの子があって周りから愛の手みたいに入ってくるんですよ、何人かも。そういうのもね、きちんと書かれてきちんと入ってくるので、あのごちゃごちゃしなくてね、いいですね。まとまりとして聞こえないのでね、ちゃんと分離して聞こえるのは本当素晴らしいですね。で、声もちゃんと真ん中にあってしっかり、出てくる感じなので、聞きやすいです、声が入ってる曲も、うん、こういう曲には本当に合ってるかもしれないですね、この曲はね、この曲じゃない、このイヤホンはね、うん、ダンスミュージック聴いてみましょうか。今ちょっとね、適当にあの Spotify でダンスミュージックかけたんですけど、めちゃくちゃ合ってるわ、これは。かなり結構に、なんていうの、ドゥンってくるね、低音がドゥンって、うん、これはめちゃくちゃ合ってると思いますね。うん、なんかポップスとかやっぱ EDM というか、まあダンスミュージックとか、あとヒップホップとかはとってもね、ノリノリで聴けると思いますし、あとちゃんと声が出るから、あのバラードとかもね、全然あの聴けるなーって感じがします。ちょっとね、ジャズとかかけてみましょうか。ああ、意外といいかも、ジャズ。今僕これ、待って、これもまた Spotify で適当に流したやつだけど、あのウッドベースがあって、ピアノがあって、ドラムがあってって感じなんですけど、意外とね、ウッドベースの音、嫌味じゃない感じでしたね。うん、結構優しくなってる感じがして、個人的にはすごくいいですね、うん、もうちょっとウッドベース出てくるかなと思ったんですよ。でもっと出てきちゃうとやっぱピアノとかとかぶっちゃ、覆いかぶさる感じになっちゃってジャズ聞きづらいかなと思ったけど、全然いいですね、全然聞ける。クラシックも一旦聞いておきましょうかね。はい、今ちょっとねモーツァルトの交響曲聞いてみたんですけど、全然十分ですね、十分十分いいと思います。まあそうね、なんかまあどうしてもこうノイキャンだし耳元で鳴ってるっていう感じではあるんですよ。そんなにこうなんていうのかな、音場っていうのかな、こう広くはないので、まあ今聞いたのだと、オーケストラの曲なので、まあね、ちょっとバイオリンがあってビオラがあってチェロがあってコントラバスがあってっていうその並びがまあもちろんちゃんとあるんですけど、そこがこうはっきりと分かるかって言われると、まあまあそこそこって感じですね。まあ、正直イヤホンやったら十分じゃないかなって個人的には思います。これでそうですね、まあそうね、なんかクラシックしか聞きませんっていう人はこっちよりもどっちかっていうとトゥルーエンジン 3SE の方が向いてるような気はします。そう、でも全然聞けます、全然問題なく聞けると思います。でこれで聞くわけだから基本外とかで聞くわけでしょ、それで考えたら
いや全然いいでしょ、これぐらいあれば十分でしょ、まあ、それよりもいいので聞きたいんだったら家でさ、で一回ヘッドホンで聞いてくれっていう感じだと思うから十分だと思います。はい、ということでちょっとね分かりづらいと思うのでちょっとおまけという形で聞いてみました。イヤーファンのエアープロ、まあ、とにかくまあ今実際にこうやって静かなところでしっかり聞いてみてもね素晴らしいなって音質的にも思いますので、ぜひエアポッズプロちょっと音質がなーみたいな思ってる、まあ僕もそうなんですけど音質がなーって思ってる人にはねかなりおすすめなんじゃないかなって思います。はい、はい、ということで以上おまけでした。